こんにちは、フィフィですえ。韓国は口だけ番長だとアメリカの著名な学者が韓国をバッシングしていました。えこれを朝鮮日報が報じているんです。もうなぜそんな言われようなのかというとえ、口先では中国やロシアに対して厳しいことを言っているけど、実際には弱腰だからというんです。 アメリカの手前、例えば韓国はアメリカの対中戦略に同調するようなことは言うんですけど、実際には中国にはまだ寄っていると言うんですね。韓国は口先だけだと、これ中国とロシアに対して本気で戦おうとしない韓国のユン・ソン・ヨル政権にしびれを切らしたアメリカの感情を表したものなんです。 年明け早々朝鮮日報が自由と民主主義を発展させるために、ユン・ソン・ヨル政権は何ができるかというタイトルのインタビュー記事を掲載しました。これさっきも言ったように、アメリカの朝鮮半島について研究している著名な学者へのインタビュー記事なんです。もうざっくり言うと、ここには韓国の民主主義は不十分だと、そういったダメ出しが書かれていたんです。 記事はまず一応ユン・ソン・ヨル政権への褒め言葉で始まります。確かに前のムン・ジェイン政権よりはアメリカとの歩調を合わせようとユン・ソン・ヨル政権は努力はしています。あと前のムン・ジェイン大統領とは違って北朝鮮に強硬姿勢なんです。じゃあ今の韓国には何が不十分だというのか。それは中国やロシアに対する姿勢だというんです。 自由と民主主義の敵である中国やロシアを非難しない韓国に対して、アメリカは民主主義を守るために大きな声を上げる必要があるのに、韓国がそれを避けているのが残念だと言っているんです。 昨年末に韓国が中国による人権侵害への避難声明に加わらなかったことと、そしてクリミア半島でのロシアによる人権侵害に対する避難決議で韓国が棄権したことをこのアメリカの学者は非難しているんです。このことは自由民主主義だと言っている韓国の姿勢が本心ではどうなのかと疑われるとアメリカで話題になったそうです。 冒頭では、ユン・ソン・ヨル政権を前の政権よりも良いと褒めていても、これ前の政権よりましと言っているだけで、やはりアメリカは韓国が民主主義国家なのか疑っているし、その点で信用できない国だと言っているわけです。 この記事には民主主義国家だよと、いくら韓国がいようと、そんなのには騙されない。アメリカの専門家は韓国をすでに見捨てていますからと、かなり強い口調でアメリカの学者が韓国を批判していると書いています。しかも記事の最後の方では、ユン・ソン・ヨル政権にとどめを刺しているんです。で、その内容ですがこう書かれています。 約20年前の韓国のキム・デジュン大統領は民主主義を目指す国々のモデルになりたいと言っていたのに韓国はそのモデルになるどころか自由と民主主義が全く進歩していないとこう書かれていたんですまずアメリカがこうも韓国に対して苛立つ原因の一つに半導体問題があります 韓国が半導体の分野ですぐに脱中国をせずにノロノロしているからです。アメリカの今最も力を入れている課題は中国に最先端の半導体を作らせないようにすることなんです。 1>, 1月5日、アメリカの商務長官は、日本の西村経済産業大臣とワシントンで会って、最先端の半導体の製造装置の中国への輸出規制に日本が加わるように求めました。これ半導体製造装置を作ることができるオランダにもアメリカは同じ要請をしているんです。そしてその次の日の、 1>, 1月6日には西村経済産業大臣がアメリカの通商代表とサプライチェーンから中国による人権侵害を排除する共同文書に署名していますえつまり日米は中国排除に動ける体制を整えたということですもうここまで日本が中国排除に動いたことはありませんただこれをされると困るのは韓国なんです 韓国は半導体製造装置が作れません。半導体を組み立てるメモリーの分野でこれまで世界のシェアの半分を占めていました。日米が中国への半導体の制裁を強化すれば中国にメインの工場を置いている韓国が困ることをアメリカは知っていますがそれでもアメリカは韓国に対して制裁に加わるように求めています。 これずいぶん前から韓国が動いていれば、米中の半導体争いに韓国は挟まれなくて済んだはずなんです。ただこれまで韓国はなかなか中国離れができずにいたんですね。それは経済的なダメージが大きいからです。韓国の半導体業界は自国で生産した半導体の約半分を中国に輸出しています。 あとその前の工程の部分のほとんどは中国にある工場で作っていますつまり韓国の主力産業であった半導体は中国と一心同体の関係だったわけですまた韓国は政治的にもなかなか中国離れができていません韓国がアメリカと一緒になって中国に対して輸出規制をすれば中国から報復されてしまうんです 結局は今のユン・ソン・ヨル政権はアメリカ側に寄っていこうと努力はしていると言いつつ、半導体のことになるとやはりムン・ジェイン政権と同じで中国に対して曖昧な姿勢を取り続けているということなんです。だから韓国は口だけ番長なんて言われてしまうんですね。 徴用工の問題を解決しようと、韓国が必死なのも、日本からの経済支援が欲しいだとか、あとは5月に広島で行われる G7 サミットに招待して欲しいからだろうと見られています。もう本気で西側と足並みを揃えて、韓国が中国に対して強硬姿勢を取る気はないだろうと、アメリカに見透かされているんです。 ただ韓国の人々は一方的に韓国はアメリカと良い関係にあると勘違いしているようです。安全保障の面から地政学的には確かにアメリカが韓国にとって重要な位置にはありますが、アメリカが韓国に対して良い印象を持っているということではないんです。 まあある意味韓国はいつもアメリカからもそして中国からも自分たちは求められていると思っているわけですからおめでたい思考ですよね。まあ正直アメリカも日本も韓国に対して必要以上に期待はしていません。え実際に日米は半導体の分野でも韓国ではなくて台湾をバックアップしています。それによって韓国の半導体は台湾に追い抜かれてしまいました。 台湾の半導体ですが、半導体の受託生産で世界最大手の TSMC の2022年11月の売上高が前の年に比べてもうなんと50%も増加したことが分かりました。売上が50%上がっているんですからもうこれ本当すごいことなんです。もうやはり日米が全面的にバックアップするだけでここまで飛躍的に大きくなるんですよね。 あとすでに熊本県に半導体工場を建設中のこの台湾の TSMC はさらに日本に2番目の半導体工場を建設する検討を始めているとも報じられました。これもし中国が台湾に進行するようなことがあれば台湾にある TSMC が危なくなるんですね。中国は絶対にそれを取りに行くでしょう。それも最初に狙われるのが TSMC かもしれないんです。 半導体は経済安全保障の上で最も重要な課題なんです。だから世界の半導体のサプライチェーンを維持するために日本に台湾の半導体工場を作って、そして企業秘密を守りながら半導体の生産を続けるのは、これ当然のことなんです。半導体の技術は中国がまだどうしても日米の技術には追いついてはいません。 だから今のうちに日米はこうして先端技術でもって台湾の半導体分野を大きくしていこうと考えているんです。ここで台湾が選ばれて韓国が選ばれなかったのはやはりさっきからずっとお話ししてきたように韓国がアメリカから信用されていないからなんです。韓国は経済の安全保障の枠組みからは完全にアメリカから見放されてしまいました。 それは韓国自身が仲良くする相手を見誤ったからなんです。韓国はアメリカの同盟国なんですから、経済の上でも中国ではなく、アメリカやそして日本に近づくべきでした。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。